何がだよ。ベータの無実を証明してあげないとなの。僕がやらないといけないんですか。事件なのよ。殺人事件にもせる大事件あります。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。中に入ってみよう。入ろう入ろう。なんか殺人事件起きてるって。これ嫌な予感がするわ。嫌な感じの光景見える気がするわ。あー、死んでるのか。まさか誰かに殺された。マジかな。エピソード2初めてアイニが出てきたタイミングがさ、死体としてて。警告警告、直ちに管理局に通報します。なんてことだ。まあ、なんてことだよな。重要な人物だと思っとったのにさ、こんなもうあさり死んじゃってるの。まあよくよく考えてみれば、親らのこと2回も殺したんだぜこいつのこと。死んで当然の報いを受けたと考えれば。そんなこと言っちゃダメだわ。この動画を声優の誠澤さんが見とったらさ、落ち込むって。ちなみに誠澤優さん、このアイリの声優さんの誠澤優さん、俺と同い年だって最近知りました。この人は銃を持っていたんだ。誰かに襲われても応戦できるはずなのに。そうですね。どうして抵抗しなかったんだろう。できなかった。お前さんも気になるか。どうも奇妙だな。そうだな、相手が何だったんだって話やもんな。この人が握っている銃、粒子を帯びている。そうだね。この人の記憶をたどることができれば犯人がわかるかもしれない。いや、また犯人が先にわかるパターンかもしれんな。さてはもしかしたら。あ、ちなみにちょっと情報を見せて。ブラスターガン、まあ、これは速射性に秀でた。だったら瞬時に吸収されても瞬時に対応できる可能性はあったのよな。さあ誰が映るかな、アイリさんの目線の先には。ホテルの一室じゃ。あいつ信用するんじゃなかった。あいつ、まさか塔の鍵を盗んで逃げるなんて。あ、盗まれたんじゃ。最初からあれを狙ってたの。早く取り戻さないと。ってことは死体の状態の、あー、やっぱそれが目的で殺した感じなんじゃないんやな。手元に何、あれ、過去に干渉できるパターン。これもしかしてここで光ったってことは。うわー、誰で、あー、不意打ち食らったのね。コナンの犯人みたいな姿出てきたんや。半沢さん出ないかお前。まさかの半沢さんパターン。半沢さん。だろわろ捕まえてやん。あの曲さ、俺すごい脳みそで残ってしまったよ。ごめん、その一言で許されるなら。このワンフレーズ。アッシュ、どうして。アッシュ、てか名前出すんだったら半沢さんである必要ないじゃねえかお前。嘘やん。油断しちゃったな博士、ごめんなさい。あ、でもこの昔ながらの古い銃持っとんたな、その野手戦。マジで。これはとんでもないこと分かっちゃった。ただ犯人が先に分かるだけでもとんでもないのに、犯人が野手戦って確定しちまったという。ハル、どうしたの。ショックがでかすぎるって。えじゃあそういえばなんか発信さていきよったんだ。そういうことなん。犯行犯した後に発信さていきよった話じゃな。お前この銃のことが何かとんでもないことをハルは突きつけられました。見てください、この銃はエネルギーパックが抜き取られている。だから襲われた時この人は銃を撃てなかったんだ。え、
用意周到に。ミルキーパック？この辺りには見当たらないのよ。ああ。ハル？どうしたなの？様子が変なのよ。他にも何か見えたなの？不意打ちで受けたっていうだけじゃなかったよな。リリー、アッシュが塔の鍵を持って逃げているみたいなんだ。なの？リリーたち、アッシュに先を越されちゃったなの？そういう問題じゃないんだよな。リリー、それどころじゃないよ。鍵を持っていたのは、この部屋にいた女の人で。はい、そうなのよ。この人は死んでるんだよ。ベコンじゃない。あ、気づいた？もしかして、アッシュがやった。そんなびっくりマークとかハテナが出てくるんだよな。わからない。え、でもなぁ。でもなぁ。僕らは、持ち主を殺して鍵を奪えなんて言われてないのに。わざわざさ、半蔵さんみたいな見た目しとけんな。規制します。速やかに退去。関係者以外、立ち入りを禁じます。とんでもないことを知ってしまったんやけども。ぶっこんでくるな、このゲーム。いつも序盤にぶっこんでくるな。ハル、見てたの？何？局長から事件の捜査依頼が届いたのよ。え、こっちの事件の話？あー、この事件の捜査の担当にまた任命されたんじゃ。信頼されてる？俺信頼されてる？局長に。捜査依頼？僕に。まだ過去を見る力を頼りにしてくれとんかな。あ、局長。ベータから通報を受けたわ。落ち着いて聞きなさい。はい。今管理局はホテルの客室フロア全域をずんどこ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 。そして君が遺体を発見した部屋。いや、落ち着いて聞けていいよ。アッシュの痕跡が残されていたの。ああ、局から持ち出された。確定の黒パターンのやつですね。そんな。あの部屋はね、外からの旅行者を監視するための部屋なの。ああ。要注意人物とみなされた旅行者は特定の部屋に通されて、うん、向かいの部屋から監視を受けることになっている。そうなんじゃ。それがあの部屋ね。はい。アッシュが侵入の時に管理を任せて、それきりだ。うわあ、一番その何か仕掛けるには都合いい立場の人間。外の都市に情報を流している人間がいるのは薄々分かっていたけど。それがアッシュ戦だった。まさか彼だったとはね。君はアッシュの居場所を知っている。連絡がつかない。あれ、ゴンドラ乗って行きよった感じだったかな。ずっと別行動を取っていたんです。どこにいるかは分かりません。そう、彼の追跡はこちらに任せなさい。君にこの事件の捜査を任せれば。はい。遺体のあった部屋はまだスキャンの途中よ。他の場所から調査を進めて。はい。他の場所だったってな、なんかある。ケース盗作の聴取もお願いね。あ、ホテルに戻ってからずっと監視がついていた彼に犯行は不可能。うん。けれど事件に関与した可能性はゼロではないわ。そうやな。しばらく目を離さないようにして。わかりました。現場のスキャンは終わり次第通知するわ。あの銃からもう一度過去に戻れば何か変えられるかもしれない。あ、そうよな、俺もそんな感じがしただわ。でもエネルギーパックが見つからないならあの人の死を変えるのは無理だ。ワンチャン死を変える方法あるかな。エネルギーパックはどこに消えたんだ。それにアッシュのことも。なるほど、ちょっとエネルギーパッドを探さなあかんようになってきた。考えていても仕方ない。うん。リリー、このフロアの捜査を始めよう。調べているうちにつながりがわかるはずだ。わかったなの。とんでもないことが始まるぞ。
どうした？ハル、この辺りやっぱりなんだか不思議な匂いがするのよ。と言いますと？うん、これは火薬の匂いだな。火薬か。あ、だからあれ、あれってスプリンクラーかな、が出てきとるような感じ。スプリンクラーかこれ、ほんまに。なんかそれっぽいもん、上からニョキってできとってビリビリってなってる。ああ、この都市にそんなものがあるのはおかしいんだが。そうなんだ。どこかにまだ残留物があるかもな。よく探してみろ。おお。床に転がっていたドローン、あれが壊れた原因を調べてみよう。やらなこと、あかんことがたくさん。やらなあかんことがたくさん。さあ、じゃあ調べてみましょうか。お、お、あーび、なんだ。パーツ一つ一つに破壊されて、床に破片が飛び散っている。監視カメラ？あの上か。あ、これ監視カメラだったんだよこれ。なんだい？なんか見つけた？ここから落ちたみたいなのよ。ああ、それね、それは気づいてたわ。ハルが気づかないって鈍感なのかしらね。検知する機械なの。ああ。レーザー銃で撃たれて壊れちゃったみたいなのよ。レーザー銃で。なるほど。おお。アイリさん以外のレーザー銃の持ち主がおったってことかな。避難誘導が入ったのはこれが壊れたせいかもしれないな。やってきた。なんかここも、あーちょっと弾痕があるこれ。この照明だけ明かりが落ちている。壊れてしまっているみたいな。違う、銃の弾の刺さってるし。これは銃弾。終局の銃弾ってタイトル回収し始めてきてるんじゃないのかこれ。壁にめり込んだ銃弾。このなんか昔ながらのオートマティックな感じ。オートマティックっていうかな。クラシックな感じの銃な。わあ、なんかそれ見たらさ、アチュセンを思い出してしまうよな。残念ながらやばいぞ。でもさ、前回てか実況動画、自分の動画ね、ちょっと見よった感じしたらさ、わざわざさ、犯人の半沢さんみたいな見た目 しとってさ、もしかしたらアチュセンではないみたいな。犯人はアシュセンみたいなミスリードをプレイヤーにさせるためにあんな感じにしとんかなと思ったら、もしかしたらアシュセンが破壊され犯人ではない説があるけんな。ベータ、穴が開いちゃってるのよ。あのね、弾がもしかしたらそっちに刺さっとんかな。これは銃で撃たれた跡か。これも銃で撃たれとる。無残な感じになっとんやな。破片が他にもあるが、こっちは触れない。遠ざき、あ、ケース遠ざきもちょっと話聞けみたいな感じで言わなかったっけ。犯罪と無縁な平和な街で殺人事件再び立て続けにさ、2回起きようげんな。やれやれだな。そうだな。いくつか確認させてください。起きた。まず事件前後の行動。またあなたの事件前後の行動を聞かなあかんのか。あんた巻き込まれたりしたな。管理局からはいつ解放されたんですか。そうだな、今朝の8時頃だったか。あーでも今朝の時間帯の話とか全然聞いてないけん、8時頃ってどのぐらいの話なの。ドローンが監視につけられて解放されたんだ。うん。それからずっとホテルの中に。ああ、9時頃まではこの部屋にいたんだが、うん、3日に一度の清掃があるからと部屋を開けるように言われてな。うん。監視についていたドローンと一緒にラウンジに行った。ラウンジか。ラウンジって確か初めて遠崎と会ったところじゃなかったっけ。あいつが騒ぎ出してここに戻るまではずっとそこにいたよ。ああ、なるほど。監視についていたベータにも後で話を聞いてみよう。どれが監視についとったベータなんだろうな。次、被害者との面識。アイリ、アイリとの面識なんかあるんこの人。あの部屋で殺されていた女性に見覚えはありますか。そうだな、だいぶ前。え、あんの。アルバートを訪ねた時に
よく似た子に会った気はするが。え？アルバートの助手だと紹介された。その子の娘か妹かもしれない。ああ、時が経っとけんさ、そういう感じになってしまうんか。もしかしたら本人かもしれんぞ。だってアイリさん昔の時代からタイムスリップしてこの時代に来た説あるからな。娘か妹、それは何年前のことなんです。12年前とか言うんかな。ナイトフォールが起こる前だ。もう13年以上前の話だ。ああ、そうなるとやっぱりさ、この時代に来とるんかもしれんな、アイリが。で、不審点の心当たり。このフロアを離れる前、不審な点はありませんでしたか？特に異常はなかったな。そうですか。あの辺りにドローンが巡回していて、うん、俺の部屋の前のスタッフルームでサービスドローンが行き来していた。他には人気もなくて静かなものだったよ。なんで行き来していたってところを緑な？なんかすごいところ、気になるところを緑にしたな。あの辺りはもう調べ終わったのか。よく調べてみるんだな。はーい。もう一つなんかあったね。あれ？犯罪と無縁な。ああ、もう一つはあれか、話をやめるみたいなやつだったっけ。オッケー。じゃあちょっと部屋の中はスキャンが入っておけん。今は調べらんけど、なんかあるな、ここにも。これは何これ。ドローンのアームみたいだ。あ、手の部分か。先端に被害者の血が付着している。はあ、これはベータのカスタムパーツなのよ。カスタムパーツ。必要なカスタムパーツはこの階のスタッフルームに置いてあるはずなの。うん、スタッフルームか。後で行ってみよう。そういう部屋があるのね。パーツを照合するために記録が必要になるかもしれないな。お、保存しておこう。オッケー。ドローアームの画像記録。グロデスクやな、あっち。まだダメな、入っちゃう。その前にちょっといろんなところ行かなあかんわけで、行ける範囲があんまり広くなさそうな見た目はしたけど。あ、こいつかな、ケース取るときに突き取ったやつって。警備中です。34階殺官、お疲れ様です。現在このフロアで何者かの痕跡が確認、血痕が確認されています。管理局へは警備の追加を要請済みです。ご苦労。ケース取るときが突き取ったってに突き取ったって誰なんだろう。サービスルームだったっけ。どうしたの、リくんは。変だな。僕たちがこのフロアに来たのは事件が発生した直後だったはず。だけどロビーからここに来るまで怪しい客が見なかった。確かに、なんかこの通路通らんかったら外に出れんと思うよな。犯人はどうやってこのフロアから逃走したんだろう。もしかしたら僕らがここに来た後、目を盗んで逃走した可能性もある。ベータが通報した後にこの風呂から逃げるのは無理なのよ。犯人はリリーたちが来る前に消えてるはずなの。犯人がどうやってここから姿を消したのか、行こう。調べてみよう。こうなってくるとちょっと犯人が亜種船である可能性が若干減ってきたか。まだわからんな。あ、解除された。向こうの方もスキャンが終わったみたいだ。よし、行くぜ。やれやれ、やっと部屋に戻って休めるか。大変でしたね。ほんま巻き込まれたいですね、この人。この人のおるところに事件が起きる気がする。僕らはスタッフルームに行こう。スタッフルームね。あの部屋の前に落ちていたドローンのアームのことを調べないと。分かったなの。スタッフルームどこなんの。このゲームのスタッフルーム、この建物のスタッフルームどこにあるん。スタッフルームらしきところなんかあったかな。これ新しく解放されたってことはこっちだと思うんやけどさ、スタッフルームってどんな見た目なの。これこれスタッフルーム。あ、そもそも入るような余地がない。スタッフルームってどこなんの。これはケース盗賊の部屋か。今は捜査を急がないと。はーい、どこ。あ、これか。あれ、初めて入るんか、何気にこの部屋。エピソード1で入ることなかったもんだ。こんな感じなん。あ、こんな感じなんじゃ。
なんかここも、ね、ここでなんか実験を行われてそうみたいな感じの見た目してる。ドローンがこんなとこに機械はめ込んでドローン充電させるんじゃ。この部屋でもデータが壊されてるの。そうなんじゃ。中落ちとる。拳銃みたいな形のもんがなんか落ちとるぞ。これなこれエネルギー系か、どっちだろう。これは何だろう。なんかどっちかって言ったら実弾が出そうな感じの銃かな。デザインはちょっと未来チックやけど。触っちゃめなのよ。ごめんなさい。はい。電波銃。電波銃。これは外の都市のものかな。ビュー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 みたいな感じの電波出てくる。もしかしたらこれは刑事さんの持ち込んだものかもしれない。あいつかい。記録に残しておこう。あいつこんなもん持ってんのかい。ああ、銃落としたなみたいな感じ言われたら、あれは私の銃だ、俺の銃だみたいな。バッテリー切れてるね。これは何だろう。充電率 1%、 もう充電切れか。ドローンを無力化するために開発されたもんなんじゃ。へえ。でも無力化っていかにも。ここにあ、なんかある。コインだ。コインか。またアルドデス時代のやつじゃ、おそらく。何の説明もないけん。あ、てか過去見えるで。記念コイン。このとこでなんか事件には関係なさそうやけど。これは事件には関係なさそうやけどさ、見とこう、見えるもんは。あ、まあ、いいや。隠すの。ここにも、うん、そうよ。私とノエル。あ、ノエルか。これどっちが見つからない場所に隠せるか競争だよ。この声はどっちの。あ、ノエル視点やけん、ノエルが隠した方かな。私はこっちに行くから。ノエルは上の階ね。そしてノエルの隠したコインが見つかった感じかな。この階に隠せる場所あるかな。お前も加担してたんかい。シーンなの。ん？見てなの。お掃除ドローンがいるのよ。お掃除ドローンね。落とし物を見つけたらお部屋に持って帰って持ち主が現れるまで5年間保管しないといけないのよ。いや、じゃあ持って帰ってから、持って帰ったやつがこれみたいな感じなんかな。あえて持って帰らせよんか。それでこの部屋に、この部屋に隠すみたいな感じの展開。頭いいな。で今ここにあるんだよ、コイン。まあ事件には関係ないけどね、どう考えても。なるほど、こういうところに隠しやがったか。しかしこの部屋に来てワーニングのこういうのがあって、何これ。あ、フロアの全体図か。ドローンの管理パネルなのよ。うん。見てみるなの。何がどうエラーなんかちょっと気になるところが。これを使えばこのフロアのベータの動きを調べられそうだ。どれどれ。これがフロア全体に避難警告が出たのは僕がここに来る10分前か。うん。きっかけは原因不明の館内設備の破損。ああ、銃撃戦みたいなことが起きとうみたいだけどな。あの天井の装置が壊れたせいか。はいはい。次これ。ハル、見てなの。何を。これで壊れる前のベータたちの動きがわかるのよ。ああ、見える。2体のドローンの故障した場所と時間の記録みたいだ。はあはあ。午前10時、ここでサービスドローンが故障した。はい。その5分後に殺害現場の前で巡回中のベータも破壊されている。うん。リリー、9時50分前後からのドローンたちの動きを見られるかな。ナナ、どうだ。これ9時50分。うちのベータはおじさんのお部屋とこのお部屋を行き来してたの。ほう。こいつがこの
ケース遠ざきについとったやつかな。多分お掃除してたのね。あ、掃除か。向こうのベータはこの通路の間を巡回してたけど、こっちのベータが壊れるのと同時にこのお部屋に向かってきて、ここで逆向きに戻って、うん、お姉さんのいたお部屋の前まで行ってるのよ。そう、奇妙な動きだね。ドローンが動きを変えるきっかけになったのは何だったんだろう。それがカメラの破損か。あの位置カメラあったもんな。それも見えるか。見てるの。どれどれ。部屋の前でベータがビームを発射した記録があるのよ。あ、侵入者発見的なもんが起きたんか。ここでビームを撃ったのは同じ時刻なの。ああ、もしかしたらこの時犯人と遭遇したのかもしれない。そうなのね。ここで打ち合いになったわけじゃ。 OKOKOK。 これで3つ全部見えたね。これでとりあえず情報収集はできたということになるか。あの、何かあるかい。修理されたらちゃんと元通りに戻れるの。それはわかんないね。リリーとかだったらさ、壊れてもさ、元にも見た目は元に戻っとっても中身がさ、記憶の部分がどうにかなっとるかもしれんからな。わあ、ないね。に避難警告が出た。あ、これは見たわ。これは見たわ。これぐらいか。メール情報としては。閉鎖中です。ここは避難階段。最近誰かが通った形跡はある？はい、今日の10時10分頃ドアが開かれた形跡があります。10分頃、事件が起きた直後頃やね。出入り口になっとんじゃ。ここ誰だ。使用履歴だけで誰が通ったかは分からんのか。そこ気になるな。まあ何せよスタッフルームの非常口は1回使われたということになる。誰だろうな。で、これで結構情報は、ここで見える情報はこれで最後かなというところですが。あ、でもここにもなんかあるな。これは補修用のカスタムパーツか。アームが片方しかない。殺害現場の前にあったのはこのドローンのパーツみたいだ。あ、そうなんじゃ。だから1個しか、片方しかアームがないわけで。こいつか。外装に大きな破損はないみたいだけど。故障した仲間のスキャンは完了しています。おう、内部の回路がショートしたために故障したようです。ショート、なんか外装とかじゃなくて内部がショート。だいぶ情報が集まってきた気がする。なる、うん、そろそろ整理できそうなのよ。できる？俺わからん。どこからまとめようか。ああ、なんかまとめようと思ったらまだなんか一難去って、また一難みたいな感じで来ましたよ。なんだよ。助けてって言ってるのよ。言ってあげないと。何助けてって。変な客に絡まれて鬱陶しいんですみたいな感じになったの。やめてください。あ、お前たちは清掃中に人の荷物を荒らすのか。まったく。え、なんだ、荒らされたの。都市管理法に基づき滞在者のプライバシーを尊重します。許可なく荷物を荒らすことはありません。けど荒らされたってことか。うん、え、待てよ。さっきなんかケースで、当時ケースさんが持ってきたんかな、この銃みたいなこと言ったけどさ、まさにその話じゃる。おじさんとベータが喧嘩してるの。どうしたん、どうしたん。おじさん、ベータをいじめちゃめなのよ。お前たちまだここにいたのか。いや、だって調べてるんだもん、いろいろと。何があったんですか。お前たちには関係ない話だ。いや、教えろよ。事件に関係あるかもしれんぞ、そういうところ。協力しなさい。協力して、協力してください。協力してよ、頼むよキヨ。え、なんでキヨ出てきたん。やめろよお前、アトムの子みたいな話やめろお前。ケース遠ざき、無理なものは無理って言われるかな。荒らされていたそうです。ああ、でもさ、
あの銃がケース盗賊のものだとしたら、荒らされてあそこにあるっていうことで考えればかな。サイオン監察官、我々の潔白を証明してください。俺に任せるんか。めんどくさそうにしてる。ハルも大変なの。何がだよ。ベータの無実を証明してあげないとなの。僕がやらないといけないんですか。事件なのよ。殺人事件にもせる大事件あります。自分たちで解決してくださいよ。わかりました。まあわかりました。これはもしかしたらさ、殺人事件にちょっと若干関わってきてるかもしれんけんな。入らせてもらいますよ。じゃあったらお前、え、なんだ。今の話で荒らされた部屋の様子を確認させてもらえませんか。リリーがベータたちの無実を証明してあげるなの。いいでしょ。荒れた理由がわかるんですよ。いいでしょ。あ、こんな部屋が、おしゃれな部屋やな。ここめっちゃええや、飾ってる。なんで斜めになってん。そういう趣味か。どう荒らされたん、そもそも。どうだった。変わったものがたくさんあるなの。そうだね。部屋の中を見て回っても構いませんか。好きにしたらどうだ。はーい、好きにしまーす。ケースさんの何か見られたくないもん。見ちゃいたいね。あ、いつものやつ、いつものやつあるな。俺たくさん並んでいる。いつものやつやな。茶葉、旅先に持ち運ぶ携帯用のティーポット、ラウンジにあったものだ。持ってきていいの。そんな勝手に持ってきていいの。なんでティーポット、なんで情報収集ステータスにティーポット。お、え、そうなん。同じもんなんじゃ、偶然にも。客室に備え付けのカップみたいだ。それは私物だぞって言いながらさ、パチってもんだけどな、みたいな。言い出したらちょっと、あなたの品位、下がるぞ、お前。あ、なんか落ちてる。一個だけなんか、この引き出しみたいなの落ちてる。え、触れんのかな、触れんのか。あ、でもってその後になんか、よくわからん。え、資料ロックされていて中は見れなさそうだ。なんだこれ。見よう見よう。ロックされていて。わかっとるわい。よっしゃー。でもなんか見たことあるなこれ。アシュセンの後輩が持っとった資料みたいな感じに見た目やけど。12月17日、現地の現在時刻は午後5時。今朝アルバートに会いに行ったが、はい、何者かに殺されていた。はい。現場から逃げた人物を追いかけたが、研究所の方に姿を消した。おそらくあれはノーマルじゃない。あの子もアルバートの実験の被験者、いや被害者なのかもしれないな。そうかもしれない。うん。アルバートは長い間変異体の最大の庇護者だった。だからあいつのこともこの都市に預けて離れたんだが、ハルのことかな。アルバートを変えてしまう何かがこの9年の間に起こったのか。今さら過去を悔いても仕方ない。アルバートの死が公になればこの都市への警戒が強まるだろう。遺体を地下に隠してみたが隠匿には失敗してしまった。あ、そういう意味で隠したんじゃ。エピソード1の時なんで死体隠したんだろうなって思っとったんやけど、そういうこの街を守るためみたいなところあったんか。でもこれが何なんだろう、今回の事件に関しては。そう言われても知らねえもんは知らないよ。なんだこれ。これは何すかこれ。何かのケース。盗賊、お前これは何だ。電波銃。え、じゃあこれ電波銃のなんか関係品で、肝心の電波銃やっぱあれ、あれケース盗賊のやつだったんかな。そうなるよね。
スタッフルームでこれと同じマークの電波銃を見た。ねえ、スタッフルームにあった壊れた電波銃はこの人のものなのか。持ち出されたってことか。まさに。ケイスさん、これは何のケースですか？ケイスさんのケースでね、ダジャレみたいになったのよ、お前。そう、何だったかな。何だったかなじゃないでしょ、あなた、ね、ごまかしてませんか、あなた。素直に話してはくれなさそうだ。わかってるんですよ。あ、この電波中別の部屋にあったんですよ、あなた。隠されてしまう前にこっそり記録を取っておこう。オッケー。ケースのデザインね。この警棒みたいなもの。トランクケースが開いて中のものが散らばっている。はいはい、トランクケースの鍵は閉めて、もちろん閉めて出たさ。ああ、だけどこのトランクは無理やりこじ開けられたようには見えない。どよど、このトランクケースは骨董品でな、うん、解錠方法は製造元の企業秘密だったんだが、今では情報が出回ってしまっている。いや、そんなもんだって、アナログだったやな、つまり。鍵がなくても開けられるということですか。ピッキングとかでどうにかなってしまうんじゃ。俺が浮かっだった。この都市に解錠方法を知る人間がいると思わなくてな。そう、トランクケースの上をよく調べてみろ。どれどれ。え、これは、え、何このステッカーとか枝ペラペラ張りまくっとんで、頭悪い人みたいな感じで。何なんすかこれ。荒らされた客室。え、だから何、これはってなんかいらいらペタペタ貼られとうだけで、子供のいたずら張りにペタペタ貼られとうだけでね。何が言いたいんだよ。警棒があるね、これ。見た目はガラスみたいだけど金属製だ。もしかして警棒？ガラス製にカモフォージュされてるけど金属製。アストラムクローズに武器は持ち込み禁止なのよ。声も赤のじゃ。勘弁してくれ、ご信用だよ。悪いおじさんなの。ほうほう、これもなんか関係あるんかな、ご信用ね。これバッグ。これは乗り物ですか？乗り物だこれ。どれ？ああ、なかなか便利だ。近距離の移動に使うものだな。セグウェイみたいなもんなんかこれ。も乗り物に乗ってみたいなの。お前乗り物乗らんでも飛べるだろうかお前。お前は別に乗り物いらないだろ。これは乗り物ですか？だったら俺の肩に乗ってもええんやぞお前な。俺の肩で我慢せ。そんな気分じゃないのよ。あ、そんな気分じゃないですか、ごめんな。俺の肩はそんなに不服ですか。サイコロがある。これは僕の部屋にも同じものがある。そうなんじゃ。東方の都市で人気を博したシミュレーションゲームエンダーで使用される多機能なダイス、アナログゲームの気になる使われるみたいな感じが。ちょっと気になるね。なんかサイバーな感じでおしゃれですね。もう一つ、そっちなくてこっち。これはもう一緒なんじゃ。気になる。でこれマトリョシカ人形かな。まあ何せそういう古い人形が部屋に備え付けのインテリアみたいだ。あ、これはケースとだけのもんじゃないんだよお前。見覚えがあるのか。いえ、初めて見ます。そうか。おん。でさ、まあ確かにあそこになんか色い倒れとったりするけどな。あれはちょっとベッドの上には乗せてもらえれんけん調べられん感じらしい。俺の荷物を荒らしたのは誰なんだ。持ち去られたものはほとんどないが。荒らされた理由に心当たりはありませんか。部屋が荒らされる理由に心当たりはありますか。だいたい同じようなこと。何か貴重なものを持っていたとか。そうだよな、そんなことせんかったら。狙われるようなものは何も持っていない。え、あ、でもさ、電波銃持っていかれとるってことはさ、なんか何かを狙っての犯行というよりは武器が欲しかったんか。とっさに戦わなあかんようになったけん、その武器はないのか、武器はって漁った結果ここにたどり着いたみたいな感じかな。大した価値がないものばかりだ。うん。じゃあ何なんですか、その大した価値のないものって。この部屋が盗まれているものは何なんです。
あのトランクケースに入っていたものがいくつか。そのうちの一つが電波銃であるか。具体的には商売上の秘密だ。秘密にされたら取り戻すこともできませんよ。電波銃が商売上の秘密とか言うんだったら、あんた傭兵でもやってんのかって話じゃん。戻らなくてもいいさ、大事なものは取られていない。そうなんだよ。ええんですか。これ以上話す気はなさそうだな。そこまでして守秘義務する気も。お前、事件展開すいませんよ。言わないわ。あったわ。じゃあスタッフルームに戻る。この中の情報だけで解決できるもんなの。警告します。うん、それはええって。大丈夫なのよ、ハルがきっと証明してくれるのよ。いくつか質問させてほしい。あ、こいつにも質問できるのか。どれどれ。事件前後の行動。あ、これも聞いたかったな。ケイスさんがホテルに戻ってからずっと一緒にいたと聞いたけど。はい、そばで常時監視していました。常時監視していました。ケイスさんの行動について教えてほしい。ケイス、遠崎は8時に管理局を出てこの客室に戻りました。8時なんだよな。その後9時5分まで眠っていましたが、清掃が入ることになったためラウンジに行きました。ああ、この辺までは一緒か。その間ずっと目を離していない。ケイス遠崎の発言と怪しい行動をとっている様子はありません。常時監視していました。ケイス遠崎に犯行は不可能です。そうか。なるほど。ケイスさんの証言とも食い違っていないね。今の証言も記録に残しておこう。嘘はついてないってことか、ケイス遠崎。さあ他の話。客室を離れた時の状況。この部屋が荒らされているというのは確かなのかな。部屋を離れた時と状況は変わっている。ケース通る時監視しようんだったら知っとるが。はい、ラウンジに行く時トランクケースは閉まっていました。やっぱトランクケースなんやな。不在の間確実に部屋に入ったのはあのサービスドローンか。ケースさんの疑いには一応正当性はある。しかし我々は断じて部屋を荒らしたりしません。うん、こんなんでどうやって荒らした犯人を特定しろって。必要な情報は大体集まった気がするな。嘘だ。これまで集めた情報を組み合わせればベータの無実を証明できそうだ。マジで。さすがなの。そうなの。早く試してみるのよ。どれどれ。 Y ボタンのメインメニューから。はいはい、 Y ボタンね。これですよね。あ、新しいやつできとんで。エピソード2仕様のが。ファクトアイテム。これを掴んで、みたいな感じやな。これが、電波銃の画像記録。持ち込まれたようなものやっけん。まあ、適当にこうやりよったら、こうつくんですけどね。サービスルームのサービスドローン、スタッフルームのサービスドローンは、外傷の傷はなかった。回路のショートによって故障。それは、電波銃による攻撃だからっていう話だったわけね。次行ってみよう。もう少し考えてみようか。次。電波銃の話終わった。これは、ケースの画像。ケース遠崎のケースの画像はまだ使わんのか。これがビーム発射履歴は10時5分。ケースの付近に電波銃は見当たらないから誰かが持ち去ったはずなんやけど。ドローン管理パネルに残されていた発射記録によれば、巡回中のドローンは壊れるのとほぼ同時にビームを発射している。分かった気がする。殺害現場前の天井の装置を撃ったのはベータだったんじゃないか。なベータが撃ったの。なんで施設のあれをベータが撃ったのか。犯人と撃ち合いになり撃たれた衝撃で、別に壊そうと思って撃ったわけじゃないのね。
そう考えれば納得がいくような。次は次、これは監視ドローの証言履歴ですが、ケース遠ざきの行動やな、ここか。そうか、ケースさんの行動はベータから常時監視されていた。監視していたベータの証言は一致、つまりケースさんは今回の事件の犯人ではない。うん、これはそうやな、間違いないってことでいいでしょう。次は説得の道具か。あれやな、ベータがやったんではないということさえ証明できれば今回はええって話やもんな。これはスタッフルームの、ちゃうな、こっちベータの腕の話が出てきてる。腕は使わんか今回。非常時のこのあれもまだ出てくるの。僕らがエレベーターで客室フロアに来たのは被害者の死亡推定時刻の直後だけど、僕らは犯人の姿を目撃していない。おそらく犯人はエレベーターではなく、スタッフルームの非常階段を使って現場から逃走したんだ。だからその様子を誰も見えてないってことなんよな。次は目まだなんかある。荒らされた客室に対して何か情報をはめ込められてないって話らしい。これだ、分かった気がする。荒らされたケースさんの部屋から盗まれたのものはスタッフルームで見つかった電波銃で間違いない。そうやな、つまりケースさんの部屋を荒らした人物は電波銃を持ってスタッフルームに侵入している。おそらくその目的は最初からドローンを破壊することだったんじゃないか。つまり今回のさ、アイリ殺害の犯人とここの部屋荒らした犯人は同一人物って感じで間違いなさそうな気がするぞ。大丈夫だ、組み合わせて分かった情報をもとにケースさんを説得してみよう。そうやな、ベータじゃなくて銃を持ち去った犯人が犯人だ。ケースさん、聞いてください。どうした。この部屋から盗まれたのは電波銃、そうですよね。向こうのスタッフルームでドローンが故障しています。ドローンのそばにはバッテリー切れの電波銃が落ちていた。電波銃はドローンを無効化するためこの部屋から盗まれたんです。そういうことです。つまりケースさんの所持品を漁ったのはドローンを破壊した人物でしょう。あなたと行動を共にしていたこのベータに犯行は不可能です。そうだよ、ベータがベータに電波銃で使って行動不能にするって意味が分かんねえよって話だよ。やれやれ、お前の言う通りだ。そいつは潔白だろうな。よかったなベータ。当たり前なの。うなずいた。まったく、お前さんは事件の捜査中だろ、大真面目に何をやってるんだ。早く本来の部分に戻れ。いや、あんたをさ沈めるためにやってるんでしょうが。あなたの勘違いを勘違いだと説得するために俺はやってたんだよ。さすがキーパーゼータ、我々の誇りです。ありがとう。あ、キーパーゼータってリリーのことな。乗っかってんじゃねえよお前。ようやく乗り物見つけてね。こういうのに乗ってみたいのの、こいつ乗り物されとんねえお前。均等みたいな感じになってる。事件に無関係じゃなさそうだったな。確かに電波銃を犯人が盗んだってことになるわけやけんな。この調子で事件も解決するのよ。よっしゃ、なんか思わぬ手がかりゲットって感じ。なんだ、あ、局長、どうしたんこのタイミングで。お疲れ様。遺体のあった客室のスキャンが完了したわ。ああ、ようやくか。ここ重要、ここ重要。おう、サンキュー。遺体と銃は回収して管理局で保管しているけれど、部屋の中の機密資料はまだそのまま残してあるわ。わかりました。何を見ても公害は慎みなさい。もちろんです、
何があるんだ。局長、アッシュから連絡はあったの？アッシュ戦な。ないのか。何やってんだろう、あいつは。どっか走り回って。ぶっちゃけ容疑者になったんぞ、あいつ。犯人じゃないと俺は信じたいけどさ。彼のことは任せなさい。今は捜査を優先して。はーい。でもなー、左手の力で見た犯人は半沢さんの姿でしとったけんな。あれ、アシュ戦じゃないって信じたいよな、俺は。あの人が殺されていた部屋に行こう。よし、何せよ、やれることをやるだけさ。何が見つかるかな、アイリの部屋。